新潟労災病院は2018年に18人いた医師が11人まで減少、199の病床のうち稼働しているのは106です。病院としての機能が低下していることから、昨日県や医療関係者が集まり対応を検討しました。そしてこの再編集約という形で対応していく場合にあっては、最終的には新潟労災は閉院が視野に入ると。県が閉院を前提に示したのが、上越総合病院や県立中央病院など地域の5つの病院に機能を移管し、地域医療の再編と強化を図るというもの。この提案がおおむね了承され、閉院の方針が固まりました。これは存続機能を維持的なのであれば、その医療機能は不足が低くなくてはいけないと。今にもかかった通院してきてくれている患者さんや、地域の住民、それとも病院の職員の皆さんにとっては、非常に今厳しい内容ではありますけれども、持続可能な質の高い医療を、地域に提供していくという上では、やっぱり必要な判断なんではないかなと、私はそう考えています。閉院の時期はまだ示されていません。今後、新潟労災病院の各診療科やスタッフの移転先が検討されます。